皆さんこんにちは。こんにちは。ステップ教材研究部の森田です。ステップ本部の井村です。はい、本日は令和5年度進路希望調査が県教育委員会から発表されましたので、これについてお知らせします。はい。ところで井村さん、はい、この進路希望調査というのは、はい、一体何なんでしょうか。あ、こちらですね、はい、10月にですね、県内の公立中学校の生徒対象に行われる調査でして、はい、県内の公立高校進学希望者は全体の 76.1% だったんですが、はい、その5万1019人の高校別の希望状況、要するにどこの高校に行きたいと今時点で思ってますかという調査ですね、はい、それが発表されました。はい、これは、希望調査であって、実際の入試倍率ではありません。はい、ここではですね、仮倍率ということで扱っていきたいと思いますので、それでは、早速見ていきましょう。まずは1枚目、横浜地域ですね。ですね。まず左の列、はい、水蘭、はい、今年も高倍率。そうですね。はい、昨年度の仮倍率が 2.64 倍、6人減りましたが、高倍率ということで人気ですね。はい、そうですね。はい、そして、水蘭の2つ下にあります神奈川総合の個性化ですね、こちらが 2.76 倍で、全日制の中では実は一番高い倍率となっています。もともと定員が少ないということもありますが、例年倍率が高くなる傾向があります。それでは2ページ目ですね。こちらで注目しておきたい高校としては、まず左側の真ん中、はい、広陵高校ですね。そうですね。はい、1.05 倍と比較的穏やかな仮倍率となっています。そうなりました。はい、まあ広陵高校はですね、はい、選考基準が内申と学力検査が5対5ということで、うん、まあ、いわゆるトップ校の中では内申の比率が高い、はい、そういう比率になってまして、はい、その部分が、まあ、若干この倍率に影響したんではないかとかもしれないですね。はい、はい、思います。右の列ですと、やはり一番下、はい、横浜緑ヶ丘高校、うん、毎年人気ですけど、今年も 2.60 倍と高い倍率になっています。うん、そうですね。はい、まあ、もともと人気がある高校でしたが、はい、来年から学力向上進学重点校に指定されました。そうですね。はい、そのあたりもさらに人気がアップする、まあ、理由になっているのではないかというふうに思います。はい、では次のページですね。新庄高校は 2.25 倍、うん、そうですね。はい、今画面で、まあ、色が塗られているところは例年この時期の倍率が高くなる、はい、そういう高校ですので、今年もやはり高かったなという印象ですね。多摩高校も高いですね。はいはい、でそれで今度は逆に右下の相模原高校ですね、うん、はい、こちらは 1.06 倍と、うん、ちょっと穏やかな倍率になってますね。そうですね。まあ、相模原は実は去年の同じ時期の倍率も実は同じぐらいの倍率だったんですが、はい、先ほどの高陵と同様にですね、はい、内申と学力検査の比率を5対5ということにしましたので、この内申の比率の高さ、このあたりが、うん、もう一つ倍率が伸びなかった原因かもしれないですね。そうですね。では続けて、相模原、横須賀、そして湘南地域の一部ですね。こちらで注目しておきたいところは、やはり右側、鎌倉七里ヶ浜、はい、まあ、例年人気ですけど、今年も2倍を超えてきました。はい、そうですね。で、そのすぐ下の大船が逆に穏やかな倍率になっていますので、はい、そうですね。ちょっと流れてきそうな、うん、そうですね、感じですね。はい、そしてその大船の下の深沢高校ですが、はい、現中3が最後の募集となります。はい、そのあたりが、まあ、若干敬遠されて、このような穏やかな倍率になっているのかもしれないですね。はい、続けて湘南地域の残りと、県政方面ですね。ここはやはり左上湘南、はい、安定の高倍率ですね。そうですね。今年も高いですね。はい、はい、そして、よく2校で比較される左下の平塚江南高校と右側の下の小田原高校、うん、こちら平塚江南は 1.02 倍、はい、小田原は 1.45 倍でちょっとここは差開きましたね。そうですね。まあ、この2校はよくセットで比較される学校ですので、はい、この倍率を見て一部小田原から平塚江南に志望を変える生徒も出てくるかもしれないですね。そうですね。そして右側の真ん中少し上、秦野高校ですが、はい、今年は1倍を割ってきましたね。そうですね。はい、まあ、昨年の同じ時期の調査ですと実は 1.0 倍だったんですが、はい、今年は定員よりも少ない人数になってしまいました。続けて厚木方面、大和方面、こ
こちらで注目しておきたいところは、先ほど出てきた秦野ともよく比較されるんですけれども、はい、左の下の海老名高校、うん、そして右側の座間高校ですね、はい、こちらの海老名と座間はともに 1.8 倍を超えてくる高倍率、うん、はい、この2校はね、もともと人気校です、はい、そのまあ、このぐらいの高倍率になるかなというふうには、うん、まあ、予想はしてました、はい、厚木高校と大和高校は、まあ、それぞれ 1.47 倍、1.61 倍と、うん、こちらは例年並みですね、 そうですね、はい、でもう一つ注目したいのが、左の列の真ん中にある厚木王子高校、はい、ね、こちらは厚木東高校と厚木商業高校が、まあ、統合して来春から新しく厚木王子となりますが、はい、かなり高い倍率、ね、そうですね、こちらは普通科の方の倍率と、うん、はい、いうことになります、総合ビジネスの方は、まあ、0.96 倍と、うん、1倍切ってちょっと穏やかな倍率になっています、はい、この後ね、どのように変化するかちょっと注目をしたいですね、そうですね、はい、では最後に総合学科と専門学科の一部ということで、こちらは市立港総合が 2.72 倍と高倍率になっています、うん、そうですね、まあ、例年このような高い倍率になる人気校ですね、はい、ところで井村さん、はい、この仮倍率と実際の入試の倍率なんですけれども、うん、まあ、どのくらいの違いというのがあるんでしょうか、うん、はい、それについて調べてみましたので、次の画面をご覧ください、はいはい、昨年のですね、その10月の倍率から入試の最後の倍率までこう比べてみて、どのような変化があったのか、はい、で左の列に書いてあるのは10月の倍率です、はい、1.30 倍以上の高校、はい、そして1.10 倍以上 1.30 倍未満の高校、はい、最後が 1.10 倍未満の、まあ、穏やかだった高校ですね、はい、その3つに分けてそれぞれの校数をまず調べてみました、はい、はい、このようになってましたね、うん、かまあ上と下にこう、そうですね、なってますね、ではそれぞれの学校が、まあ、最終倍率はその10月の仮倍率よりも上がったのか、うん、変わらなかったのか、それともダウンしているの、これも調査してみました。まず一番上の 1.3 倍以上ですから、まあ倍率が高かった高校は実際は、うん、はい、ほとんどダウンしてるんですね。ほとんどの高校がダウンしていました、うん、はい、では真ん中ですね、この19校ですが、ほぼ半々、ちょうど半々ぐらいですね、そうですね、はい、そして一番下、10月時点では穏やかな倍率だった高校はこちらはほとんど上がっちゃったってことですね。そうですよね、はい、まあ、このようにですね、10月時点での仮倍率と最終倍率では、まあ、変化があるんですけれども、うん、どうもまあこの傾向を見ていると、はい、10月の倍率を見て、はい、実際の出願校を参考にしているというような様子は伺えますよね。そうですね、はい、では井村さん、はい、この10月の倍率と実際の入試倍率、うん、はい、実際にどのぐらいの変化があるんでしょうか、はい、もちろんまあ高校にもよるんですけれども、はい、横浜翠嵐高校の例でちょっと見ていきましょう、はい、今画面に出ているのは、まあ、最新の結果と合わせた最近3年間の仮倍率ですね、はいはい、このような倍率になっていました、はい、それが実際最終的にはどのぐらいの倍率になったかなという推移をですね、はい、ちょっとこの表で見ていきたいと思います、はい、縦軸が倍率です。そして横軸がこれ時期ですね、はい、10月の希望調査からスタートして出願、志願変更、入試当日、そして合格発表、はいはいはい、ちなみにですね、ここ2年間全県の平均倍率は 1.2 倍でした、はい、このラインのところになります、はい、では2022年10月、このような倍率からスタート、そうですね、はい、はい、それが出願時にはここでも結構、ね、あ、だいぶ減ってますね。そうですね、で、まあ、10月の調査から出願の時期までちょっとまあ期間がありますよね、はい、でその間に例えば模試を何本か受けて、うん、その結果で志望校を変えたりとか、はい、あるいは私立高校が第一志望に変わったりとか、うん、まあ、そういう生徒がいますので、はい、まずここで減ってきたということだと思います、はい、続いてそれを見て志願変更1回できます、はい、まただいぶ減りましたね。そうですよね、はい、やはりまあ 2.21 倍という倍率を見てですね、うん、はい、ちょっと私立高校への進学は避けたいという生徒が他の高校に志願変更したのかなと思います。そして入試当日、はい、まだ減ります。あら、志願変更ってこの時点で終わってますね、まあ、そうですね、なんでこれこうこんなに減るんですか、はい、
じゃあ森田さん、はい、志願変更から入試当日の間に何かありますよね、はい、この期間ですと私立の入試がありますね。そうですよね。そして合格発表もあります、はい、私立高校の方が志望度の高かった生徒も、まあ、中にはいると思うんですよね、はい、そういう生徒が推論に出願はしたんだけれども、うん、入試は受けに行かなかったということで倍率が下がっているんです。生徒がよくテストから帰ってきて、うん、空席があったよとか言ってるのもこれが一つの原因っていう、そういうケースですね、はいはい、そして合格発表まだ下がりました。これは合格発表を待つだけなのに、なぜこんなに下がってるんでしょう、はい、これも、まあ、入試当日から合格発表、まあ、2週間ありますよね、はい、この間に何かありますよね。この期間ですと、うん、学芸大附属のような国立の合格発表、はい、ありますね、はいはい、そして、まあ、慶応とかあと改正といったところの繰り上げ合格とかもこの時期にありますので、はい、そちらの高校の方が志望度の高い生徒が、うん、入試は受けたんだけれども合格発表の前に、まあ、受験を取り消すと、そういうこともあるんですね、はい、そうなんですね、はい、そして、まあ、このような倍率に最終的になりました、はい、ちょっと人数をね最初と最後で比べてみてください。300人近く減ってますね。そうなんですよね、はい、ところで1年前はこれで、まあ、納得したんですけれども、これ例年同じような傾向なんでしょうか。なるほどな、はい、その1年前も調べました。はい、スタートが高かったですね。そうですね、 2.97 倍ですね、はい、約3倍ですよね、はい、はい、でこのあと、うん、こうなるんですね。ほぼ平行ですね。そうですよね、うん、同じような動きです、はい、人数も比べてみてください。あ、やっぱり300人以上減ってますね。はい、水蘭高校については例年このような倍率の動きをします、うん、はい、ということは今回の仮倍率が 2.62 倍、うん、あ、でしたね、でしたね、うん、この2022年と同じようなグラフをたどる可能性も、うん、まあそうですね、あるっていうことですかね。そうですね、まあ、少なくとも今の倍率のまま、はい、そのまま最終的に、うん、同じ倍率になるということはないと思いますね、はい、進路希望調査についてお伝えしました、はい、失礼いたします。失礼いたします。